屋根より高い鯉のぼり、大きい孫いはお父さん、小さいひごいは子供たち、面白そうに泳いでる。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと周りに人がおらんのを確認して、私一人しかいませんです。自宅の庭でですね、ちょっと、撮影、気晴らしにね、撮影していきたいと思いますけれども、はい、この通り周りに人も誰も人っ子一人いません。私一人でございますのでね、はい、大丈夫です、安全です。はい、ということでですね、はい、久々の歌ネタから入りましたけれども、皆さんね、私も含め皆さん、新型コロナウイルス感染拡大防止のための非常事態宣言に伴うですね、外出自粛要請の、真っ只中ですね。で、ステイホーム習慣ということでね、お家にいましょうということで、今まさに、お家でご家族の方などとね、一緒に過ごされておる方、一人暮らしの方も中には、おられるかと思いますが、まあ、それぞれお家の中で、工夫しながら、時間をね過ごしていることと思います。まあ、そんな中ですね、やはり、まあ、鬱憤やらストレスやらね、溜まってきてしまいますよね。そんな時にですね、まあ、外に、ね、せっかくいい天気やのにって、いい天気ちゃうやんか、めっちゃ雲出てるやん。さっきまでいい天気やったんですけどね、ちょっとね、お出かけにも行けないですし、まあ、そのお出かけにも行けなくて、ちょっとね、寂しいというか、我慢を強いられている中でもちょっと季節をね感じていただこうかなと思いまして、今回もですね、老若男女年齢問わずどなたでも、楽しんでいただける折り紙を使って鯉のぼりをね、ちょっと今から作ってみたいと思います。はい、ね、歌のイメージとしてはこんな感じでしょう。で、これちょっと一体は、この試しに、ちょっと練習で折ったやつをこんな感じでね、絵と合わせてみたんですけれども、こんな感じのものをね、ちょっと今日は、折って、今からちょっと、作ってみたいと思います。はい。じゃあちょっと早速。じゃあね、この、ちょっと色塗り直さなあかんけど、この、ちょっとペンキの剥げかけたバンコの上で、やっぱりこう、よいしょ。はい、この辺で映るかな。はい、ではですね、ちょっと風がちょっと強くなってきたので、ちょっとこっちこっちやな、この辺でやろう。はい、では、前置きが長くなりましたがですね、まあ、早速鯉のぼりを折っていきたいと思います。はい、で、材料紹介ですね。お料理教室の時同様、材料紹介、まず、折り紙ですね。折り紙、ちょっとこれね、一体、この黒色の孫いのお父さんですね。これはちょっと先に、あらかじめを、最初にね、折っておきました。こんな感じですね。はい。で、ちょっと色が、ちょっと青。で、大体、そのイメージとしては、青色と赤色、ですよね。なのでちょっとオーソドックスな感じのね、まずこのブルー、綺麗な青色ですねと、赤色ですね。あと、ちょっと待って、真っ赤かどこあったっけ、あ、真っ赤かでもうピンク、あった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 、じゃあ真っ赤かがいいかな。でもちょっと吹っ飛ぶな。はい、大体材料としては、赤色折り紙、青色折り紙、黒色の折り紙ですね。この3色で、作っ
ていきます。で、黒の孫い、お父さん鯉のぼりですね。こちらはちょっとね、先に折っておきましたが、こんな感じにね、仕上がります。はい、あー、セロテープ持ってくるの忘れたな。まあいいや。はい、ではですね、じゃあ私は、皆さんにお手本としてお見せするのは青色を使って折っていきたいと思います。ちょっと待ってや、これ映ってるかな。はい、よいしょ。じゃあね、ちょっと風に吹かれながらやっていきましょう。まずこの正方形の折り紙ですね、普通のこっちの色のついた側を中側にして、まずね、折り目をつけていきます。ちょっと待ってや、これね、ずれてもたな。ちょっとね、ここでもね、極力ずれへんように気をつけて、よいしょ、こんな感じ。はい、ずれてないね。はい、しっかりちょっと折り目をつけた方がいいですね。よいしょ、はい、はい、そうしましたらですね、一旦開きます。で、このように折り目がつきましたね。で、今度はこっち側も同じように折って、ちょっと折り目をね、はい、つけていきます。よし、でここでも、まあ、極力ね、ずれないようにしながらね、しっかりで折っていきます。はい、 OK でしょう。で、折ったら開いきます。で、こんな感じで、ね、4等分の線がね、できたと思います。で、そうしたらですね、今度はこっちにした方が折りやすいかな。別にどっちもええねんけどな。こっち側の、今私のこっちの手の方の辺をここの、つけた真ん中につけた折り目のところに合わせて、よいしょ、こんな感じでね、折っていきます。ちょっと待って、ここでずれたら大丈夫か。このままいきゃ、このままいきゃ大丈夫。はい、うん、で折っていきます。で、折ったらこれ開きます。で、さらにね、今こんな感じで、ここでちょっと分かりづらいかな、見づらいかもやけど、今こんな感じでね、折り目がついていると思います。で、今度はこっちの辺をですね、ここの折り目ですねに合わせて、こんぐらいか、もうできるだけね、ずれへんように、よいしょ、きっちり折っていきます。で、ここまでできたら、ここは折ったままにして、はい、くるりんぱと裏返しにします。で、そうしたら今度はこっち側の角とこっち側の、辺ですね。こっち側とこっち側の辺をここの真ん中の折り線に合わせて、三つ折りですよね。三つ折りにする感じですね。平たく言うと三つ折りに、する感じで。よし、折っていきます。なんだかこの台ほこりっぽいな。はい、こっちもちょっと待って、あー、いいか、ちょっとあれやな、あ、ちょっと待って、ちょっとずれとったわ、ちょっと待ってここか、ちょっとずれとった、よし、ここや、よし、ここや、うん、こっちも、はい、同じように三つ折りですね。この真ん中のところに合わせて、ほこりっぽいわこの台。はい、こんな感じになりましたね。はい、で、こんな感じになりましたら、今度はこっちの、まずその上側の線を、ここの折り線ちょっともう一回しっかりつけた方がやりやすいかもですね。ここの折り線に沿ってですね、ここの折り線からちょっとこんな感じですね、三角形みたいな感じになるように
男ですね。よし、男やな。これちょっときっちり。これいけてるかな。はい、ここをちょっと開くとこんな感じになるように、こうですね。こんな感じで折ります。で、折ったらここの角を、こう。で、はい、半分ぐらいで折ります。で、この反対側も、この下側の方も、その反対側の方も、上と同じように、よいしょ、こんぐらいでいいかな。折って、折って、そこぐらいでいけてるかな。はい、こんな感じになりましたね。で、そうしたらここまでできたら、ここの辺のところを、よいしょ、こんな感じでね、三角形に、おっと、わ、はい、こんな感じで、折ります。こんな感じですね。映ってるか、ちょっと。この辺でやるな。はい、こんな感じ、今こんな形になりましたね。そうしたら、よし、これで、よいしょ。はい、これで半分こに折ったら、はい、これで鯉のぼりの完成です。ちょっとここね、ちょっとセロテープをちょっとここに持ってくるの忘れた。で、のりかセロテープで、ここを、この、半分に折ったとこをこっちみたいにね、これ留めてあるんですけど、のりかあのセロテープを丸めた、ちょっと飛んじゃうもので、ね、留めたら完成という感じになります。で、はい、このままやったらね、これなんやねんこれって感じになりますので、ちょっと今手元にセロテープを用意するの忘れたので、後で留めることにして、ちょっとね、じゃあここにじゃあ絵を描いていきましょう。まず、目玉ですね。こんな感じかな。こんな感じか。で、鱗ですね。鱗みたいなのをちょっとこれ。まあね、これ好きな色で描いていただいていいかなと思います。ちょっと私は銀色のマーカーを使おうと思ったらちょっと固まってしまっていて、ちょっと描けなくなっていたのでですね、ちょっと黒で描いていきますけれども、よいしょ、でこんな感じかな。あ、もうそれらしいのが、よいしょ、できたか。よし、こんな感じかな。で、よし、よし、こんな感じか。はい。で、ちょっとこれ、ちょっと止めてなくてピロピロしてしまってますけれども、これ、ね、糊でもセロテープでも、両面テープでも、何でもいいですけど、ここをね、止めてください。はい。で、これで、鯉のぼりの、完成、2体、今完成しましたね。で、1体、これ、あとは、ちょっと後で折って、またサムネイルに、貼り付けておきますのでね。はい、こんな感じです。で、これをですね、今みたいに黒板とかに絵描いたところに貼ってみるのもいいですし、何やろ、この割り箸をなんか棒に見立てて、ほんで3体ですね、3体作って、でちょっと泳いでる風な感じにちょっと飾りを作るみたいな感じでもいいですしね。ちょっとね、季節が感じられるのではなかろうかなと思いまして、ちょっと鯉のぼりを折り紙で折ってみました。はい、ということでですね、もう少しの辛抱という状態がね続いておりますが、皆さんでね協力し合って、新型コロナウイルスに打ち勝ちましょうということで失礼いたしました。ということで、はい、これからもね、明るく楽しく元気よく、
お料理教室の授業やったり、このような感じでちょっとした、工作やったり、はい、できるように、ちょっと頑張っていこうかなと思いますのでね、はい、皆さんも、ちょっとね、息抜きになってくれたらいいかなという感じで、なら今回はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。全然映ってなかったか。はい、こんな感じですね。